しびき峠は、岡山県三正市と兵庫県四草市の境にある峠。北の跡山と南の日倉山とを結ぶ稜線上にあり、氷の山跡山投山国定公園内にある。国道429号が通る。近隣で、兵庫県と岡山県を結ぶ峠としては、しびき峠の北側にある上街が、後山と日倉山の間にあり、奥見越、 千後内峠が日倉山と船越山の間にある。このほか、しびき峠の西 1km ほどの地点には奥見害があり、三正市と佐用町を結んでいる。峠は兵庫県側で千草川の上流域の支流である、西山川、岡山県側からは、吉井川水系、吉野川の支流である後山川のが迫っている。 しびき峠の兵庫県側にあたる日ら山の北東陸には風化の進んだ石英戦力岩の路頭が多い。石英戦力岩が風化すると砂鉄を多く産出するようになり、この辺りは高品質の砂鉄の産地だった。この辺りで産する鉄は畜砂鉄と呼ばれ、日本刀の原料として古くから珍重され、明治期まで生産されていた。備前の長船勝光。 おさふねむねみつらが用いたものもち砂鉄である。しびき峠は、張り国と三まさ国を結ぶ、峠の中で、この畜砂鉄の輸送路として重要視されてきた。峠より、西側は2車線あり広い道路であるが、それに比べて、東側は、センターラインの内区間が多く狭い道路である。なお、峠より、西側は10月の夜間に鹿が、よく出没するので注意が必要である。 ありがとうございます。